さあ、亀回ったで、代わりに。飛ばし休憩させて。亀吉が回るでみんな取ったって。もしもしで回ると言われます。シャッターチャンスをくれたれ。もっとこう一つずつのカメラを担ってた全部睨んだれよキモ言いましたか全部睨んだら行ったら行ったら自信持ってよ。続けますよ。今年可愛い顔しとるよ。俺拙者のように信長様ばかり撮っております。いや、ほらほら向いとる向いとるだったら押せないなあ。お主の写真撮って家帰って、あ、亀吉さんってやっぱり可愛いって思えるかもしれんな。あ、頑張ります。ほれほれほれ、みんなお主を向いとる。ニヤって、たまにニヤっとして悲鳴なのか何なのなあ、ニヒルに決めてシャキンと決める。シャキンと決めてからのニヤサメ、こっちがもう一回やった方がいい。シャキンと決める。さあ、わしは武士になるんじゃ。拙者は武士になりたいんでございますと言ったあの絆の頃から、果たして自分はどれだけ強くなったんだろう。ああ、お腹が空いたな。お風呂に入りたいな。あ、一蔵だ。一蔵には負けられん。やんちゃな顔しとる。やつにだけは。亀吉っちゅうのはな、やんちゃな男じゃ。上海万博行ったな、一緒にな。台湾か。台湾でございますね。知っとるか、みんな。海外行くときは変なもん通されてな。ピンコーンってなるよな。金目のもんがあったら外してください言われる。の亀、さようでございますね。はい、お前ここじゃ。お主の話で終わりっすか。こういうゲートがあってな、通ると金目のんがあるチンコーンになるな。わし鎧も外して刀も外してな。で、現世でいうとベルトっちゅうのがあってな、それの鉄も反応するらしいな。わしチンコーンになってな、あーこらすいませんのー言うて全部取って、下駄も取らなあかんでな。そうですね、金目のもんが入っとると反応するで。で、自分でわしよいしょって着替えとったらな、後ろから我らが亀吉さんが登場してな、チンコーン何やら外してパラパラ置いて、もう一回取ったら、チンコーン。向こうは中国人の方でな、なんかなんとか言いとるけど、なんかどうやらベルトだったらしいんだ。そら、まっこいつ態度や。あれでさ、下の履き物がずり落ちると思いますらしいよ。ちょっとガニ股で歩いとったわし、あんだけの振りを久しぶりに見た。それは誤解がございますよ、信長。尖っとるのーって。いや清正と健二郎がいたんか。わしら大爆笑しとったんだ。ものすごい尖っとったよな。ずり落ちんように必死だったんですよ、あれは。これ、この前どこ行ったでしょ。この前福岡。ああ、そうですね。福岡行く時も飛行機っていうのは乗らせてもらってな。で、またチンコになるわな。でもうわし一人でもうベルトっちゅうとか下駄とかも外してな、テーブル流し。ああ、ええねえと思ったら、またこいつがの。そうでしたか。ベルト外すのめんどくさいみたいな。そんな風にやってる。皆さん誤解しますで、ね、そこまではやっとりませんよ、拙者。そこまではやっとらんってことは、ちょっとイラッとしたことは、まあ、多少ありますね。ゲート通るだけでイラッとするやつ初めて見たな。ただあれですわ、そこの監視官の方が、あそこで手振っ取られる方もおりますよ、見送りの方もね、おりまして、いろいろこうなんか何を話そうとしましたか。知らないよ。必死に取り繕おうとしましたが、無駄でした。話そうかもしれんけど、どうしたの。まあ、ちょっとほっこりしたそういう話もあります。全然わからん。お主にしか分かっとらん、今。わし伝わっとらんけどいいか。拙者の中でこう納得すればいいかなと。なんじゃ、羽織があってな、白い革の羽織があるんだな。これがかっこいい出来でな、わしが気に入っとってな。信長様、わしそれ気に入ったで、買うてもいいですか。同じの買うていいですかって。ええよ、わしと一緒にでもええよ。その代わりわしよう着るなよ、お前かぶらんように着てこいよ。はい、わかりましたって言ったら次の日に着てさすがに次の日は着てこんかなと。行動力がすごいな。買っていいですかって言ったら次の日にもう買って着てきとるで。わしがかぶるでやめろと。
かぶったら恥ずかしいな、同じ10人しかおらんのに2人同じ服どんな気持ち悪いんじゃってなるで、同じやめろやっつったらここになんかチェーンつけたこれで信長様、これでほらこれでほらでも大体一緒見た人大体一緒、やっぱり分かりますかね、大体分かる、伝わっとるんだよこれ。実はみんな亀吉のことあんまり知らんじゃろ、どんなやつかな。あ、そうですか、どんな感じのやつじゃ、なんか言うてみ、亀吉イメージ。パッと見、まあパッと見でも何でもいいよな、イメージもないらしい。あ、薄いですね、薄いね、どうしましょう、頑固そうとかな。あ、いいよいいよ、言うて亀吉かわいい顔、あ、言え何しっかりしている。あ、全然しっかりしとらん、亀吉がしっかりしとったらもう日本人みんなしっかりしとる、しっかり持たなきゃ。じゃあ亀吉、この前の戦が終わってわしらは着替えるとこに帰ってな、まず何やったかって寝たんだよな。ああ、そうですよね、汗びっしょりの鎧そのまんまで。わしとか清正はまずそれにファブリーズをかけることをするんだな次の日に響くでな、こいつ寝てかー寝て1時間ぐらいで起きて、おい亀、あれそれそろそろしまいやっつったら、本当でみたいな感じだもん。どこがしっかりしてるんだよ。いや、もうあの時は相当ちょっと来とったんですよ、体に。眠いからって言ってわしにチッて言った言いません言いません言いません、それはさすがにないですなあ、じゃあ他はしっかり者以外のこやつのイメージ、誰か教えたって、これなんかあるか、あんまり見とらんか、あれ亀吉のイメージ、ニヒルっちゃニヒルかなまあな、一言で言うとケイジローと一緒なんだわこいつ、系統がアホなんちゃうなさよですか、のれんに腕押しってことは出しとるなんだこれのれんに腕をのれんに腕押しの意味わかるか、あの向こうが見えとらんのにこうまっすぐ突き進む男らしい、おめでとうなるほど、そうか、ぬかに釘、うちぬかに釘、ぬかに釘、あ、そこなし沼にそこがないと分かっとんのに釘を刺すこの男らしい、つまりどういうことか、つまりどういうことか、あの男気があるなケイジローはこれ以上にアホだけど、とてもアホじゃろ。え？石の上にも3年。ああ、これはわかるな。そうですね。答えてみ。あの3年座り続ければあったかくなるよって。ああ、まあ新しいよ。どんなに冷たい石でもあったかくなる。つまりどういうことじゃ？つまり なんかメッセージはどういうことじゃ？我慢しなさいよと。あーまあまあまあ、そうそうそう、そこはとる、そこはとる、そこはとる。ただ椅子の上になんで3年温めなかったのだっていう話、まあええよ、それは個人の見解だった。なんかあるかね、分かりやすい、ね、はい、おしゃれそうな感じ。おっと話がずれたな。まああのパッと見た印象ですの。今ことわざを求めたけど、おしゃれそうな感じ。なるほど、おしゃれそうな感じってことわざどういうこと。おしゃれそう感じの、おしゃれそうな感じのことわざですか。いやいや、もうそんなすっと答えねえんだよ。そうか、亀吉はあんまり印象がないのか、みんな。よし、売り込んだけ。安いですよ。あ、売り込む、売り込む。終わったのかい。亀はな、緊張しいじゃん。まず緊張しいだな。大事なとこになると噛んでしまうしな。そうですね、大事な舞台の前ガチゴチじゃな。そうですね、唯一まあ他のものより好きなことといえば立ち回りか。そうですね、体が動くでな。しかしながらその立ち回りも新しい立ち回りつけた前の時はね、ガチガチに緊張してる。元来の緊張しいなのか、何じゃあれ、自意識過剰なのか。なここの狭間だな、これグレーゾーンだわ、なんて言うならその狭間で生きとるんじゃわ。わしはどっちか言ったら自意識過剰だと思ってるよでもそれは表現者として大事なことだな。みんな見とるものが全てわしを見ろっていう表現が大事だからな。あともう一つはな、頑固、頑固で自意識過剰あとは
でもたまに見せる素直さが可愛いんじゃな。そのたまに見せる素直さがずっと持続するのにね、ほぼ頑固。まあそんなやつだな。これから亀吉応援したってほしいね。明日みんなが亀吉に手紙書いてこんかなって私期待しとるんだわ。なんでかって言ったら一同が嫉妬するから。なあ、大体の一同があそこの楽屋入った時に言う言葉はな、ノブさんそんなにあれっすか。いやいや、ありがたいことじゃよって、こうやってお手紙読ませてもらって元気もらえるでね。そうですね。でわしらも調子に乗ってな、ジローとかと用意締めるんで。あれ一同さんは今日何通。ほんまあれっすけど。明日、今日一同、明日一同はどっち、こっち、こっち、一度と亀こっち、亀こっち、そうですね、なあ一度と亀こっちなんだろ。みんながみんなが亀吉って手紙を書いてくる。なあ、あの配分よくな、やらとやらせてバレるでな。明日だから三英傑とわし、まあわしらはねいつもいただいとるで、まあそれぐらいの数でね、亀吉にも手紙が集まる。一度だけ手紙がない。ちょっとあるよいつものな。でもだろ、あれノブさん今日多いっすね。なるわな、ありますね。いやいや、俺わしなんかあるじゃん、全然全然。これ亀吉見てみーって亀吉だった。あれ亀ちゃん。ありますね。うわー面白いな。そうですね、ちょっと愉快だな。まあ、ただ枚数じゃないですか、ね、気持ちいいからね。まあまあね、気持ちいいけど、いや、でもね、あいつね、枚数とかこだわるんで。あいつが悩んどるのはな、あいついつも一生懸命ブログ書いてくれとるじゃろ、人と違って面白いの。でもやっぱりみんなのな、ハードルも一度に対しては上がっとるんじゃな。一度は面白いブログを書きそうなやつだっていうのがあってな、亀吉よりコメント数が伸びると真剣に悩んどるの。僕のブログの何がいけないんですか。いや面白いよって言うて、ただお前あれなんじゃわって、みんながね一度面白いことしてくれると思っとるで、そのみんなのハードルを超える面白さを出さないとみんななかなかコメントしづらいんだと。亀吉のハードルを見てみーと。ちょっと待って、亀吉があるじゃん、またのーみたいなこと書いたとするだろ、それだけで多分コメント上がるんだな。あ、うん、でも一度はそれだけじゃあかんのだわ、それに付け加えて何かしら面白いことを書かないと一度はみんながコメントしてくれんでって言うたるんだけどね。でこっそりちょっと今日コメントしたってよ。だから数じゃないけどね、なんか一度が必死で書いてるんだよと思ったら、一度さんいつもありがとうって書いてあげて、でみんなそれにしよう。1から50まで全部一度さん今日はありがとう。バレますね。そういう遊びは愉快だな。あ、そうですね、うん、平和でございます。平和な遊びだな。まあわしそれが100件ぐらい来たらへこむけどね。まあそうですね、なんかそういうのができたらいいな。いやみんなな、一度にまあいい機会だね。ちょっと誕生日過ぎちゃったけどな、一度は4月だったか、あいつ。そうですね、4月だったけど過ぎちゃったけど、まあ遅ればせながらいつも。いや遅らせべばれながら遅らせば遅れましたが、一蔵さんにお手紙書きました、こんにちは言うて、明日あ一蔵さんが亀吉、あそうか一蔵書いただけだもん。あでもそちらでも、まあまあでもわし亀吉にいっぱい来て一蔵が嫉妬する姿を見て、昨日名古屋城で何があったんだろう。もし暇なやつがおったらポストカードでもええでね。なんか封筒にポストカードピーってポストイットか教えてプーって入れて渡す。おあの人ありがとう。見えるでな。ああ、はあ、一度それで、それわしの飲み物。面白いな。で、まあ来週ぐらい。